今回紹介するのは、ラブピース、東洋哲学の原点、朝訳、老子道徳兵という本です。老子道徳系の医薬本ですが、読んでいるとブッタの教えが書かれていると錯覚してしまう本です。私は仏教マニアです。ブッ教は日本に伝わる過程で中国を経ているので、 タオのエッセンスが入ってものが伝わっているのは理解ができるのですが、上座部に伝わっているものとも代わりがありません。老子と仏教がこんなに親和性が高いとは思っていませんでした。ブスタの系は説法がベースのため、筋道立てた理解が難しいですが、老子道徳系は最初から文字に残すことを前提に書かれたものであるので、非常に理解しやすいです。 また著者も理解を促すよう極力一般的に使われている日常語で訳されています生きつらさを感じ東洋思想東洋哲学に救いを求める方々にとっての出読書だと思います想定が K の雰囲気作りに一役買っています仮に電子書籍で発行されてもこれは紙で読むべきものです以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。